はい、皆さんこんにちは。本日もですね、23SS の、新作の商品が入ってまいりましたので、そちらを紹介していきたいと思います。最初にインラインからご紹介していこうかなと思います。ちょっと待ってね。まず最初、クオンのインラインになります。クオンの 23SS のデリバリーですね。クオンのデリバリーになります。商品名がリバーシブルプリーツシャツになります。でカラーが、2色展開なんですけども、僕の店はこの、ホワイトグレーの1色のみの展開となっております。最初にブランドさんからいただいている、情報を読ませていただきます。イカ胸のドレスシャツがインスピレーション源の、バンドカラーシャツ、胸、背中、カフス部分のストライプ柄に合わせて、プリーツを使った、一味違った表情のデザイン、またプリーツはシルエットにも変化を生み出し、裾にかけて広がる、フレアシルエット、ドレスインスピレーションのエレガントさと遊びの効いたデザインから生まれるリラックスさのバランスが楽しめる一着と、さらに巻いたてに、グログランテープをつけて、カフスを両面ボタンにすることで、リバーシブル着用が可能となっていると、表側と裏側でピンタックの色が変わります。一着で様々な表情を持っているシャツとなっております。で生地には、メイドインジャパンの蝶々綿繊維、ピマコットンを使用しています。発色が良く、程よい張りのある綺麗な表面感と柔らかくさらっとした肌触りが特徴となったシャツとなっております。はい。で僕今日の格好とかもそうですけど、普段あんまりね、こう綺麗めなこうシャツを着る習慣がなくて、まあ、特にバンドカラーとかもあんまり着てなくて、なんかこのドレスっぽいシャツがちょっとこっぱずかしいなって思うことが多いんですけども、これね、すごい、まあ、着た後の形をぜひ見ていただきたいんですけど、形が僕すごい好みで、さっきも説明あったように、このシルエットがフレアなんで、そんなにこう、なんだろうな、ドレスすぎない、ちょっと緊張感のある、サイズ感というよりは、さっきも説明したように、ちょっとリラックス感のある、サイズ感とシルエットになってて、これだったら、なんかこう、僕みたいな、普段は、カジュアルがメインの人でも、こっぱずかしくなく気軽に着ていただける、ドレスシャツなんじゃないかなということで仕入れたのがこちらの、アイテムになります。で、サイズ展開が ML、XL の、3サイズ展開となっております。で、お値段が税込み 38,500円と。で、先ほど言ったようにこれリバーシブルで使えて、ちょうどね、事前に同じこれサイズなんですけど、まあどっちが表どっちが裏、おそらく こっちがね、今表の状態なんですよね。が今表側の状態なんですけど、ディティール的にはこんな感じです。ここにプリーツがこのストライプに合わせて入ってます。見えるかな、ここですね。こんな感じです。でこのね、ちょっとねグレーなんですけど、なんかこう濃いグレーというよりはちょっと薄めのグレーなのも、ここは結構好みだなっていう感じです。で、逆、反対側、裏面が、こんな感じです。これ反対にしたやつですね。で、ボタンがこう、組み替えられるようになってるんで、反対側だと、このようなデザイン。こんな感じですね。これが反対側。さっきと、色味が違うのが、並べたらかなり分かりやすく見えるかなと思います。こんな感じで違います。はい。で、せっかくなんで、同じサイズの、表裏
着ようかなと思います。で僕は今から着るサイズが、M サイズですね。僕のお店で仕入れると一番小さいサイズを着ようと思います。まず順番なんですけど、裏側から着ます。そう、この肩は結構スッキリしてるというか、本当に肩ジャストで今乗ってると思うんですけど、肩背中ね。だけどこう裾に向けてこう広がるようなシルエット、だからこのね胸から下のこのシルエットの見え方がすごいカジュアルなシャツのディティールに見えて、まああとなんか本当に羽織みたいな雰囲気で見えるのが、ここがねなんか僕がさっき言ったその、いわゆる、ドレスっぽい雰囲気の生地感と胸から上のバストアップがドレスっぽい雰囲気なんだけど、ここから下がねラフなんで、こんなラフな僕でも、なんだろうな、着ることができ気兼ねなく着ることができるなっていうのがすごくこのシャツの一番いいなと思ったところですね。形ですね。このね広がり方がすごい僕は好きなんですよね。これで M サイズです。そうだからこことかも、こことか裾か、裾着丈も結構長めなんで、本当にブルゾンっぽく見えるような腰回りっていうのもいいですね。で閉じると、で、ね、一番上のバンドカラーのネック部分がボタンがついてなくて、首周りのね、ネック周りの幅、広さも結構好きですね。ちょっと後で近づいて見せますね。こういう感じですね。うん、形がここから上はねかなり綺麗な雰囲気なんですけど、いいっすね。この近づくと分かるんですけど、ここの一番上は、バンドカラーでボタンついてないんですけど、だからもうこう開くしかないんですね。なんでここの窮屈さが結構感じるようなバンドカラーあんまり好きじゃないんですけど、これはね本当に、まあ、インナー T シャツ1枚着てるんですけど、その見え方のこの具合で感じてほしいんですけど、この首周りの幅感がすごい好きです。こうですね、ここはバンドカラーでボタンついてないんですけど、自然にこう開くしかなくて、その時に僕は今さっきも話したんですけど、古着の T シャツ着てて、このインナーの見え方のこのバランス感がすごい好きです。はい、で次、表側順番逆になっちゃって申し訳ないですけど、表側を着ます。まあでも実際どっちが表どっちが裏っていうのはそんなに明確には決まってないかな。これが反対側ですね。まあ、特に印象変わるのはやっぱりこの、胸周りのプリーツの色がね、あっちは、白でこっちが、グレーのプリーツになるんで、一番印象がガラッと変わるのはそこかなと思います。サイズは、さっきと同じ M サイズ着てます。ここがね全然さっきとは違いますね、デザインで。これですね、うん、いいね。どっちも好きだけど個人的にはこっちかな。目を引くというかね、ここがいきなりストライプがバーってなってるのに、ここだけ無地のグレーみたいな感じになるんで、でも、プリーツで、織り込んでるっていうね、白の部分、デザイン的には僕はこっち側の方が好きかな。はい、ちょっと待って、なんか動画が白飛びしちゃってる。 OKOKOK、 はい、
以上が1点目ですね。クオンのインラインのリバーシブルプリーツシャツにホワイトグレーですね、になります。で、次が演奏かな、演奏の、インナーになります。こちらですね、こちらハウルジーンショーツになります。これね、知ってる人いるかもしれない。僕はねなんとなく知ってたんですけど、正式名称が僕でもちょっとちゃんと分かんなくて、シティライトブックストアっていうサンフランシスコにある本屋さんがあるんですけど、そのね、このロゴをここにプリントしてます。でね、以前スラックス、演奏で仕入れて、でそれが僕が普段そのドレスっぽい、ドレスっぽい雰囲気の服をあんまり着ないって言ってて、で、演奏のそのお洋服で、そういう綺麗な、服装したいなって思わせてくれるって話もしてたんですけど、こういう、まあ今、あるのだと、だから S サイズ1点だけあるんですけど、こういうね、やっぱね、男臭い、だからね、演奏ね、僕すごい好きで、まだ、取り扱って、うちの店と最初のシーズンになるんですけど、それがね、やっぱり、ね、綺麗なお洋服、演奏も綺麗な洋服も好きだし、こういうめちゃくちゃラフな服、本当に古着僕好きなんで、古着とかも、相性いいようなデザインも好きなので、これは結構ショーツとして、あんまりね、ショーツで総柄とかは作るんですけど、作るというか今は仕入れてたんですけど、こういうプリント系はやってこなかったんで、すごいかっこいいなと思って仕入れました。デニムですね、デニムの生地になります。で、後ろもちょっと特徴的で、ポケットがね、片方しかなくて、左後ろのポケットが排除されてるっていうのと、右のポケットのアーキスティッチが途中まであるっていう、ここまでですね、全部ないっていう、ちょっと細かいデザインも効いてるパンツになります。はい。で、サイズが3サイズ展開で、30、32、34の3サイズ展開になってます。お値段が税込み 41,800 円となっております。で、僕は今から履くのが30ですね、のサイズを履かせていただきます。さんも僕すごい好きなんで、スタイリング、まあもちろん夏場とかにさっきの僕みたいに T シャツとかで合わせていただいてもいいんですけど、僕結構ショーツかける長袖の組み合わせ好きなんで、それで組み合わせたスタイリングの時にこういう感じですね。トップスをこういうそうやな感じにして、まあトップス、着てるトップスの着丈の長さで、このプリントが、フルフルには見えないと思うんですけど、まあこのちょっと見える感じ。いいですね。かっこいい。で、真っ白じゃなくて、ちょっとオフホワイトっぽい、デニムになるのと、切り替わりがしてるんですよね。綾織りのところから。だからデニム、ここでね、生地感が切り替わってるんですよね。映ってるかな。ここですね。ここまで綾なんですけど、こっちが綾織りじゃない。素材になってます。ここで、ね、ここから上が綾織で、ここから下がそうじゃないなってます。これが30ですね、僕が履いてるのは30のサイズになります。このシャツやっぱ自分でも買ったんですけど、いいっすね。はい。2つ目が、演奏のこのパンツでした。
で次が、次もインラインですね。ちょっと一旦決めようかな。次がナイスネスのインラインになります。で多分これで、うん、多分忘れてるのがあるかもしれないですけど、これでナイスネスは23節ラストデリバリーだった気がします。間違えてるかもしれないです。こちらですね、キーフという商品名になります。最初にブランドさんからいただいている商品紹介をさせていただきます。いいね、ご機嫌ですね。でこちらは形は、1980年から90年代のオールドスポーツウェアの仕様やパターン、そしてシルエットなどを取り入れながらも、エレガントと、カジュアルの間を探るような新感覚のショーツ。仕上げにオーバーダイを施し、生地柄の収縮から生じた、インド綿の特徴でもある柔らかな独特の風合いが特徴的です。で柄は、23節のテーマを踏まえた、スペシャルなアフリカン民族柄を、インドのブロックプリントで作成していますというデザインになります。これがオレンジですね。いいっすね。こっちがオレンジになります。でね、これそのラフな、それこそスポーティーなショーツの雰囲気も、まあ生地感とかね、それこそまあ、名前ストレートに出しちゃいますけど、こう、グラミチのあの、スイミングショーツみたいな、クライミングショーツみたいな感じの、ありそうな柄でもあるんですけど、こういうタックが結構、前も後ろも、入ってたりするんで、さっき説明でもあった通り、私このカジュアルすぎるだけでなく、ちょっとドレスっぽい要素も入ってるショーツですね。後ろにも、こういう風にタックが入ってですね、わかりづらいんですけど。僕ね、そういう昔の、そのベースと、アイディアのベースになったのがグラミチかどうかは、直接聞いてないからわかんないです。グラミチとかの、昔すごい変な柄の、総柄のショーツとかがあったりするんですけど、それに近しい、エスニックな雰囲気を感じるこの柄。で、僕は SS ね、やっぱり、ショーツ、一個派手なやつ、いつも履きたいなと思うんで、他の商品も、ね、結構ご機嫌なショーツは仕入れてはいたんですけど、こういうやっぱり、古着の、クライミングショーツとかのちょっとエスニックな柄を好きな人はこういうデザイン好きなんじゃないかなと思います。これがカーキですね。こっちがカーキ。さっきのがオレンジですね。どっちもね、いいですね。はい。で、僕のお店で仕入れてるのが M サイズのみなんで、展開は M サイズのみと。今から履くサイズも M サイズを僕が履きます。あ、でウエストにドローコードがついてるので、ドローコードでサイズ調整が可能となっております。こういうショーツ久しぶりに履いたかな。いいっすね。はい。これ M サイズで。でさっき言ったようにドローコードがついているので、サイズ調整可能です。
まあ、僕ウエスト細いですけど、フルフルで緩くしたら、そうですね、拳2個分ぐらい入るんで、まあだから M サイズが幅広く、いろんな方のウエストに合うんじゃないかなと思います。丈感もいいっすね。結構ね、ご機嫌のショーツとかとめちゃくちゃ膝上のやつがあって、まあ膝上めっちゃ短いショーツも好きなんですけど、ちょうど膝かかるぐらいの、履きやすい丈感かなと思います。オレンジ M サイズ、で次カーキ、こっちもねいいんだよな、柄が。こっちがカーキ、カーキもいいで、なんかそのパッと見こうパンチのあるカラーは、まあ、オレンジですけど、カーキはカーキでね渋くていいっすね。サイズ同じ、M サイズです。はい、生地もこれ1枚仕立てなんで、で透け感1枚仕立てですけど、透け感もないんで、まあ、下着が透けることもないんで1枚で入ってすごく涼しくていいんじゃないでしょうか。はい、これが、ナイスネスのインラインの、キーフですね。でお値段が、税込み 47,300円となっております。サイズは M サイズのみです。で次、ちょっと順番が前後するんですけど1点先に別注紹介して、その後インラインを紹介する流れになります。で、なんでそうなるかっていうと、あの靴が今日結構入ってて、ちょっとあのアングルをね最終的に変えることになるんで、アングル変える前に先に洋服を紹介しようかなという算段でいっております。さあ、もう着てたんですけど早く来たすぎてこれですね、今僕が着てる、トラックジャケットが、別注一つ目ですね、今日紹介するアイテムになります。これねいいんですよ、商品名、あ、商品名、ブランドがすいません、ブランドがレイですね。レイの、別注の、エクスクルーシブ、ジップトラックブルゾンとなっております。これね、いいのよ。あのね、ジャージをずっと欲しくて、で、今まで、それこそレイとかでも、トラックパンツは作ってきたじゃないですか。細いやつ、太いやつ作って。で、今季だと、ブランドちょっと違っちゃいますけど、エレファブ、でも、あの、クラッシュというか、ダメージのジャージ作って、ありがとうございます。息子、これめちゃくちゃいいです。で、だけど、上ですね。そのトラックジャケットを、トラックジャケットは今まで別注で作ったことなくて、トラックジャケットずっと欲しいなって思ってたんですよ。で、僕の中で、これ多分共感してくれる人あんまりいないと思うんですけど、僕の中でトラックジャケットといえばっていう、こう理想像があって、まあ、その先にお話しさせていただくと、ちょっと飲み物を飲みます。そう、時は遡り、あれはですね、高校かな、いや中学かな、中学2年生から高校1年生の間のどっかのその3年間の出来事だったんですけど、トラックジャケットが欲しいってなって、その当時結構流行ってたのが、フレッドペリーが流行ってて、フレッドペリーのねトラックジャケットを僕当時持ってて、
いや、その時に買ったのがこういう青なんですよ。真っ青のトラックジャケットを買って、だからね、どうしても僕じゃあトラックジャケット作るってなった時に色何色がいいかなってなったら、僕絶対にブルーがいいなと思ってて、だからそれにそのね、昔の僕が着てたブルーをまず選んだというのが一つの理由で、でもう一個サイズ感もなんかね、オーバーなの嫌だったんですよ。タイト、ジャストからタイト寄りの、トラックジャケット着たくて。だからこれ結構細いじゃないですか。肩周りスッキリしてるし、着丈も短めだし、身幅もね、まあ狭くはないけど、そんなにこうガツンと肩が落ちるようなデザインじゃないんで、そこのね、タイトさもこれはクリアしちゃったと。で、さらに言うなら、ワンオフであってほしかったんですよ。その一点一点全部デザインが違うような、要素を入れたくて、でそれで今回お願いしたのが、インラインの、これ、ね、さっきからどうなってるんだってここ思う人いるかもしれないです。ここはね、ジップがついてるんですよ。ここに。これね。で、これを閉めると、こう、閉まえるんですよ。ちょっと待ってね。こういう風に。なんかやると、ここが、こういう風に開いて、ここにね、スカーフが入るんですね。で、こうしまうことができると。で、今更なんですけど、このウエスト、ベルトがついてて、袖にね。ここを、こういう感じでね、止めることができる、なってます。こうです。ここは。で、すごいいいデザインだとなって、じゃあどうするかってなった時に、まあ、あのね、最近あんまやってなかったですけど、その、以前、僕が、ヴィンテージの、スカーフを仕入れて、で、それを使ってくださいっていう洋服今までいろいろ作ってたんですけど、それをね、久しぶりにやって、まあ、とある、ブランドの、スカーフを僕が、まとめて仕入れてきて、それを、それぞれトラックジャケットに、バラバラに使ってくださいっていうスペシャルカスタムが、今回のこの、トラックジャケットになります。だから、全部これ違います。柄が。もうこれもね、左右で。多分同じものではあると思うんですけど、使う箇所が全然違うんで、見た目が全然異なるかなと。で、何が入ってくる、何がこの中に入ってくるかは、完全にランダムと。これいいよ。だからもう、僕の理想とする青。そして、サイズ感が、ジャスト、細い、細め。で、かつ、同じものは一つとないという理想のトラックジャケットがこちらになります。すごい気に入っててね、もうさっきライブ始まった時はずっと着たんですけど、で、しかもね、ダブルジップなんですよ。ダブルジップで、ネックも高くて、そう、ダブルジップね。ちょっと情報が渋滞してるんですけど、ダブルジップ仕様になっており、ネックがハイネックに高いと。だその僕が持ったね、フレットペリーもネック高くて、ハイネックなんですよね。そこもね、完璧なんですよ。だから僕にとっては完璧なんですけど、皆さんに僕のこの共感が得られるかどうかはちょっとわからないんですけど、僕としてはすごく理想のトラックジャケットが出来上がりました。はい。で、サイズがですね、SML 3サイズ展開で、僕今着てるのが一番小さい S サイズになってます。で、いや、うるせえと。俺はオーバーで着たいんだっていう人は全然サイズ大きめに選んでいただいていいんですけど、僕個人の思いとしては結構もうジャストかなり、ピタッと着ていただきたいなという思いがあります。まあ生地がね、そのジャージなんで伸縮性もありますし、細めに着ても窮屈さは感じないかなと思います。で、お洗濯できるんですけど、シルクのスカーフがここに使われているんで、まあ、若干多分洗っていくと発火してくると思うので、まあ、そこだけ、ご了承の上というか、自己責任で、洗濯していただければなと思います。僕は普通にガンガン洗っちゃいます。これいいよね。多分めっちゃ着ると思います。時期的にもちょうどいいタイミングなんで。あれ、刺繍。ごめんなさい。これ、ちょっと、テンパってるね。刺繍があって。あ、で、ポケットもあります。はい。すいません。大事なことを、後から伝えちゃってる。ポケットあって、胸元に刺繍入ってます。いやー、いいわ。いいね。
で、あと何見せようかな。いろいろこれだから様変わりするんだけど、まあ、一番上まで閉めて、こんな開けなくていいかな。下ちょっと開けるとこういうストが逃げるようなシルエットになります。あとはサイドの一方全部開けると、これいいわ。パンツもね、僕かなり気に入ってるんですけど、上いいっすね。で、ごめんなさい、これも今更ですけど、指抜きがついてますね。ここ指抜きついてます。指抜きついてます。いやー、いいねー、これは。いいねー。サイド開けた時のね、横の見え感がより良いですね。いやいい。はい、以上が1点目の別注ですね。例のエクスクルーシブジップトラックブルゾン、サイズが SML の3サイズで、お値段が税込み66,000円となっております。はい、で次が、靴になるんで、ちょっと画角を変えますね。まずインスタの携帯から画角変えるんで、ちょっと用かもしれないんで、画面をあまり見ない方がいいですね。よいしょ。靴が2型ですね。入荷してます。久しぶりかな、靴。よいしょよいしょ。これでいいかな、これ。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、次 YouTube 動かします。揺れますよ、ヒゲにネックレスが。よいしょ。大丈夫ですね。じゃあここのこの画角で、紹介していきます。まず一つ目ですね。ちょっと順番前後しちゃうんですけど、インラインからご紹介していきます。久しぶりにですね、ピーターソンスープ入ってきました。ちょっとやっぱデザイナーさんが姉妹でやられてるんですけど、どちらかの方がね、お子さんを出産して、なんか産休みたいな感じになってたんですけど、それが最近復活したみたいで、それの一発目の、これインラインになります。じゃん。いいねー。いいねー。いいねー。ほい。ほい。いいねー。一発目から飛ばしてますね。商品名が、ORS-01C という商品名になります。以前、ボストン型で、うちが別注したんですけれども、この、いろんな、スニーカーのブランドを、いろんなブランドのスニーカーの廃棄を再利用して、ぐちゃぐちゃに、合体し直すっていうキメラシューズを以前別注で、ボストン型ですね、作ったんですけど、今回は、チューリッヒ型ですね。チューリッヒ型で作りました。いや、チューリッヒ型ね、欲しかったんですよ。ただね、僕の分ちょっと仕入れ忘れてしまって、もしかしたら僕の分が手に入らないかもしれないです。だからこれ、すべて再利用、スニーカーを再利用して作ってるんで、これもワンオフです。だから、今日後半戦全部ワンオフ系なんですけど、
デザインが全て異なります。で各サイズ、EU41、EU42、EU43、EU45 の4サイズ展開なんですけど、全て1足ずつしか、仕入れることできなかったので、ごめんなさい、デザインは選べないんで、ご了承ください。これいいよ。でソールこんな感じですね。ソールはもうこれビルケンですね。ソールはほんとそのまま、はい。で履きまして、ちょっと敷物を敷かせて履かせていただきます。地面に乗せたくないんで。で今から僕が履くのが41かなを履きます。いやチューリッヒ型いいよね。じゃん。うわーいいね。映ってるかな。よいしょ。いいね。あの先が見えるんで。今これ僕普通の、白ソックスですけど、ちょっと木っぽいソックスで指先遊んで秋口とかに履いたりしてもいいですね。まあこれから夏なんでね、どっちかというと裸足で履くことが多いかもしれないんですけど、ソックス入れて履いてもこれはいいと思います。ソールはねビルケンなんで、まあビルケンも僕サンドル基本的に大好きなんで、ソールの快適さは完璧ですね。保証します。いい感じ。はい、よいしょ。でサイズはそれぞれ何のサイズが EU 何が大体何センチかっていうのは EC サイトに記載してあるので、そちらを参考にしていただければなと思います。でお値段が、税込み7万7000円となっております。はい、じゃあラストいきます。別注これめちゃくちゃいいのを最後紹介します。アンリアレイジで、ね、今回トリプルネームでアンリアレイジ と、リクチュールっていうあのシューズをリメイクするブランドがあるんですけどと、うちのトリプルネームのスニーカーになります。じゃん、めちゃくちゃかっけーやばいやばい。はい、超かっこいいっす。商品名が、エクスクルーシブパッチワークジャーマントレーナーの、グレー、こっちはグレーですね。グレーとグレーとブラックの2色展開になります。ブラックもねめっちゃかっこいいんだよな。かっこいいです。これブラックです。やばいね。はい、でなんで作ったかっていうと、僕はあのいつもコレクション取りお取引先のブランドの、コレクションランウェイ呼ばれること多くて、それで、まあ、行くんですけど、そのショーでまあモデルさんがねそのブランドのお洋服着てショーをするんですけど、僕はいつもね癖があって、まあ、お洋服もちろん見るんですけど、あのねお洋服も見るんですけど、特に靴、そのモデルさんが、履いてる靴をめちゃくちゃ見る癖があって、でね、なんかその、なんでそうかっていうと、靴を作ってないブランドさんがやっぱり多いんで、
なんかこう特殊な靴、例えば、まあ、ヴィンテージのスニーカーだったりおもろいデザインの靴を、モデルさんに履かせることが多くて、だから毎回靴見て、あ、おもろい、こんな靴あるんだなって発見が多いっていうのが嬉しいっていうのもあるんで、靴をねずっと凝視してるんですよ。でアンリアレイジの 23SS のコレクションにも招待していただいて行ったんですね。でその時に見たのが、まあ、まるっきりこれじゃないんですけど、これを履いてたんですよね、結構多くのモデルさんが。でそれその時に、うわめちゃくちゃかっこいいけど多分商品じゃないんだろうなって思ってて、でそんなことを思いながら、その3週間後ぐらいかな、展示会に行ったんですけど、で展示会に行ったらあったんですよこれが。しかも僕さっき軽くしか言ってなかった、リクチュールすごく好きで、自分もカスタムオーダーしてお願いしてるようなすごく好きなブランドが、まさかアンリアレイジのためにこのベースとなるパッチワークの、スニーカーを作ってて、もうこれはねもうやるしかないでしょってことでやらせてもらいました。で何を変えたかっていうと、2つ変えた箇所があって、まず1つは、このねフロントのジップ、ここですね、ジップをインラインが、インラインもねジップだったんですけど、インラインがねプラのジップだったに対して、これ、変更してもらってエクステラの、メタルのジップに変更してもらいました。グレーの方はシルバーの、エクステラのジップに変更してもらって、ブラックの方は、マットブラックのメタルジップですね。引き手がマットブラックの、エクステラのジップに変更してもらいました。黒が、引き手がマットブラックのエクセラのジップです。で、まあ、見て分かる通り、一周ですね、同じくシューレースをこのねベースがパッチワーク状に、ジャーマントレーナーがなってるんで、なんかそこのストーリーを紐にも取り入れたいなと思って、紐をパッチワークと同じようなノリで、そのヴィンテージのスカーフを僕が提供して裁断してもらって、縫製してもらってオリジナルのシューレースを作りました。だからこれも全部ワンオフです、シューレース、まあ、左右でねこれデザイン違うの分かると思うんですけど、デザインというか柄で、これも完全に、全て、シューレース異なります。でこれも基本的には選べないので、まあ、買っていただいた方はランダムに、お送りするので、でもどれもねデザインいいスカーフ選んだつもりなんで、楽しみにしていただければなと思います。よりシューレースとこのベースのパッチワークに親和性を持たせたくて、そういう2点、蒸気というかさっき言った2点を変更したのがこのジャーマントレーナーです。これはねかっこいい、はい。で、サイズが42、43、44の3サイズ展開で、約26センチ、約27センチ、約28センチの3サイズ展開になっております。で僕が今から履くのは、42ですね、26を履かせていただきます。で素材がナイロンの部分 と、レザーも使ってますね、ごめんなさい今更ですけど、レザーも使われてるんで、レザーも2種類ですね、カウレザーとピックレザーが2種類使われてます。とことんパッチワークしてますね、ごめんなさい、かかとの部分とかがレザーなんですよ、かかと見せるの忘れてた、かかとこんな感じです。でソールはラバーソール、黒もこんな感じですね。パンチングのレザーとかエナメルレザーとか、ここも全部いろんな素材のレザーが使われてて、バンリアのパッチワークに対する本気具合を感じますね。とにかくかっこいいんだよこれは。あ、でこういう感じですねすいません、こういう、ここで開けて履くみたいな感じですね。ここで着脱の時はこういう風に、はい。で42履きます今から、よいしょ。これもういい、こんな感じですね、映ってるかな、めっちゃいいよなこれ、見えてるかな、こんな感じです。これはええ、どう
ちゃいいわめっちゃいいわ。いい、いいしか出てこない。いいわ。ちょ、黒も履きます。これはいいよ皆さん。これはいい、素晴らしすぎる。黒いきますね。黒もね、かっこいいんだよな。黒はやっぱこのエナメルも入ってるとこがデザインのインパクト。だからその黒だけどこの質感で全然表情が違うんで、これどこもねエナメルなんですけど、黒もいい。僕は両方買います。はい当たり前に白も黒も買います。俺はね両方持っておきたいんです。僕はマルジェラとかもね、ジャーマントレーナーね、可愛いデザイン多かったりするんですけど、やっぱりなんだかんだ被るんで、やっぱね、靴基本的に僕被りたくないんですよ。っていう。こっち黒です。うわ、黒も、黒はよりこの、あの、シューレースがカラフルなんで、そこの見え方がいいっすね。うわ、これめちゃくちゃええやん。もいい、めちゃくちゃ。はい、レングス履いてるとこんな感じですね。いいマジでいいマジでいい。はい、でお値段が、税込み8万8000なんです。だからね、お値段も、まあ、決してね、その8万円のスニーカー安、まあ、約9万円か、約9万円のスニーカー安くないですけど、このクオリティで約9万円いかないぐらいはかなり頑張ってくれてると思う。超絶おすすめです。こちら、超かっこいい。はい、以上ですね、本日は、計6型をご紹介させていただきました。結構ね、今日ワンオフ系多かったんで、ぜひ、あと久しぶりにそのスカーフ使った別注やったんで、結構気合い入れて、全部、まあ、このジャージも含めて作ったので、ぜひご検討していただければなと思います。はい、それでは以上です。ありがとうございました。